では、まずは足ほぐしです。右の足を立てて、足の指。指と指の間を開いていくようにして、小指の方までしっかりと触っていきましょう。そして足の裏を自分の方に向けて、土踏まずのあたり。グーの手か、肘でもいいですし、反対の足で押すような形でもいいです。土踏まずを柔らかくしていきます。ある程度押せたら反対側です。指先を開くようにして、一本一本の指を触りながら、しっかりと指の間にスペースを空けていきます。そして次は足の裏を柔らかくするために、土踏まず、足裏全体を押します。では、ある程度押せたら、ここからは立ち上がっていきましょう。足の幅を腰幅の2倍ぐらいに開いて、つま先を外に向けます。太ももに手を添えながら、骨盤を下に下ろして、膝が内側に入ってこないように手でサポートしましょう。では、左右の肩を内側に入れることで、腕、背中の方までストレッチ。またセンターに一度戻ってきたら、お腹軽く引き上げて手を吸って上、吐きながら肘を直角に曲げて女神のポーズ。曲げ伸ばしをするか、少し弾ませてもいいので、太もも、股関節、効かせていきましょう。呼吸を巡らせていくことで、全身、血流を流します。では、息を吸って手足を伸ばし、両手を下ろしましょう。足をジグザグ歩かせていいので、腰幅程度に開いていきます。足の裏が左右平行になったら、右足に体重をかけて左足つま先立ち、そこからさらに足を持ち上げて、股関節の前に膝です。お腹引き上げましょう。ここで余裕があれば、膝元を抱えるか、さらに手を上に上げていきます。脚力、体幹力を上げていきましょう。ではそのまま吸って吐きながら前に向かって倒れます。後ろ足蹴り出すような形、バランスが取りにくければ手を横に開いた方が楽になります。お腹を締めて呼吸。では次の吸気で体をまた起こし、足を抱えるか、上に伸び上がる感覚で、もう一つ背を1センチ長くしましょう。息を吸って吐きながら手と足を解放します。では次は反対、左足軸足で右足を上げていきます。バランスが取れたら抱え、もう少し鍛えたければさらに手を万歳。足裏全体でマットを捉え、お腹を軽く締めて吸って、吐きながら前、後ろ足のかかとを蹴り出しながら倒れます。戦士のポーズの3。バランスの感覚を楽しみます。さあ、吸いながら体をゆっくり起こして、また膝を抱えるか、万歳。では、吐きながら手と足を下ろしていきましょう。マットの前の方に立ち、足腰幅で胸の前で合掌。一息吐きます。吸いながら手を上、背骨長く空を見上げ、吐く息で足の付け根から倒れて前屈。膝曲げてもいいので、屈伸入れましょう。体重を前にかけるようにして、ふくらはぎの伸び。
その後にももとお腹を近づけるようにしながら前屈。少し上半身を弾ませたり、揺らしたり、足踏みしたり、膝曲げ伸ばしを入れても構いません。余裕があれば肘同士を掴んで、上半身、体の重たさ、自然と感じながら、重力から背骨が解放されていく感覚。では一度手をほどいて、吸いながら体を半分めくり上げます。背骨長く、吐いてもう一度両手地面、膝曲げていいです。左の足を一歩後ろ。なるべく遠くに伸ばして、後ろ足のこの鼠径部、付け根を伸ばしていきましょう。かかとをグッグと押すような感覚。さあ、お腹締めて前の足を引いてプランクポーズへ。かかと頭まで一直線。両手で地面を押し、背中広く、首の後ろも長く。吐きながら膝を下ろして、脇を締め、胸と顎を一つ前の地面へと下ろします。では、体全体床に下ろしましょう。もう一度バストの横に手で脇を締めます。顎を引いて、吸いながら、ベイビーコブラポーズ。背筋力で上体を上げます。吐く息で地面。もう一度吸って、吐いて地面。つま先を立て、手で地面グッと押して、お尻を高く持ち上げて、下を向いた犬のポーズに入りましょう。では肩幅、足、腰幅程度。今日の体に合わせたいので、しんどければ、かかとを浮かし、膝曲げる姿勢、またはチャイルドポーズ。息も吐、肩首のリラックスをしながら。さあ、続けていきます。今度は膝を下ろして、肘も地面へと置きましょう。肘付きのダウンワードドッグです。お尻を浮かして。少し弾ませたり足踏みしてもいいです。そしてアップダウン繰り返して構いません。肩が詰まる形感じたら少し手を開いてみたり、手のポジションを変えたり、またアップダウンを繰り返すことで力みすぎないようにしましょう。使いたいのはこの脇の下のあたりです。そのあたりから体を後ろに引きます。さあ、もう一度地面の方へと下ろしましょう。今度は肘同士を外側に開いて手を重ねて、その上におでこ。一旦肩や首の力を抜いて、はぁ、リラックス。もう少し伸ばせるという場合は、顎を地面の方に近づける形で呼吸。さあ、あと一呼吸。吐き終えたら両手で地面を押し、手の甲側を床で指先に握ったり開いたり。反対側も同じように握ったり開いたり。ではもう一度肩の真下手首から一つ前に置き直して、膝を浮かしてお尻、後ろです。下を向いた犬のポーズ。肩、首、リラックス。では、視線手の間、左の足を一歩手の間に踏み入れます。前後の距離足りなければ、少し動かして、さらに、後ろ足のかかと、グッグと押し、足の付け根の伸びを実感します。では、後ろ足を一歩前に置きましょう。そこで屈伸します。少し前にかがむように、
体重を前に、かかと浮いていなで、ふくらはぎの伸び。さあ、足だいたい腰幅程度で、ももとお腹をくっつけながら、上半身前屈。ウッダーナーサナ。では、もう一度膝を曲げて、足を腰幅程度に開き、足の間に腕を入れていきます。この姿勢から胸の前で合掌を作りましょう。腕は外、足は内に押し合いをします。その押し合う力でもう一つ背骨が伸びて、頭が上に引っ張られる感覚。使いたい部分はこの脇の下あたり。インナーマッスル、前鋸筋の働きを高めます。さあ、では、ぐっと押し合いながら頭を上に向かって引き上げます。股関節にも効いてきます。3、2、1。では、ゆっくりお尻を下ろして手をついたら、膝を左右に入れましょう。一度前に向かって足を伸ばします。右の膝を曲げて外側に置きましょう。伸ばしている足の膝も折り曲げます。この時点でお尻が浮いてしんどいなという場合、ただかけるぐらいで構いません。お尻やももが伸びていればいいです。この時も静止しようとせずゆらゆらしても構いません。では、まだいける場合は膝と膝をだいたいセンターで重ねて、さらに足の裏をほぐしたいので、そこに手のひらを当てて、少し体重をかけながらゆらゆらします。足裏をほぐすことで、太ももやお尻の緊張を緩めて、股関節周りの柔軟性も高まっていく動きです。そのまま押していてもいいですし、もう少し伸ばせそうであれば、吸って吐きながら前屈をします。もちろんここでも揺れてもいいですし、今の自分の体に合わせながら進めましょう。そして余計な力み、緊張を感じたら、はぁ、口からため息を吐くとともに、こわばり緊張も解放します。では吸いながら体を起こして足を解きましょう。前に伸ばしたらゆらゆら股関節から動かします。では両足を閉じた後、左の膝を曲げてクロスします。伸ばしてる足の膝を折り曲げます。この時点で突っ張っていたら少し揺れたり、お尻ももがほぐれるところで呼吸します。余裕があれば膝同士を重ね合わせ、さらに足の裏刺激できそうであれば、足の裏を押しながら揺れます。そして土踏まず。足の裏の真ん中のあたり。押していて痛気持ちいい場所があれば、そのあたりも。では余裕があり、もう少し体を倒せそうであれば、吸って吐きながら倒れます。あとは呼吸を通し、息も、そして体の伸びている感覚を感じ、少しずつ突っ張りやこわばりが取れていく感覚。では
吸いながら体を起こし、足を解きます。前に伸ばして、ゆらゆら、膝裏もトントンとして、膝のお皿のあたり、優しくほぐしましょう。温めるように回します。では、座っていきましょう。お疲れ様でした。今日の朝ヨガでは、しっかり代謝を上げていくような脚力と体幹力を上げていくヨガのポーズをしつつ、最後は太ももやお尻周りをじっくりディープにストレッチしていくような流れでした。しっかり代謝を上げて熱を起こしていくと体が元気になりますし、気持ちもリフレッシュするかと思います。バランスポーズは最初できなかったり難しかったりするんですけれど、それらも楽しむような感覚で、アンバランスでもなんとなく自分の中でバランス感覚を探るようにしてもらえたら嬉しいです。毎日朝ヨガは本日で終了になりました。明日9月の1日からは毎日夜ヨガが8時から配信されます。毎日新しい動画が配信されるので、そちらも楽しみにしていてください。そして朝ヨガも夜ヨガもアーカイブが残っていますので、後でぜひ繰り返し視聴して生活に役立ててみてください。そして毎月カレンダーも公開していますので、ぜひこちらの動画の概要欄のところに貼り付けてあるカレンダーを見て、そこからクリックして動画に飛ぶという形で、簡単にヨガが生活の中で続けられると思いますので、ぜひ活用してみてください。皆さんからのコメントやリクエストもこれからもお待ちしています。では今日もありがとうございました。